今日は足の毒素がドバドバ流れて足がキュッて細くなるリンパケアについてお伝えしたいと思います。そんなどんな方法なんですか？これめちゃくちゃ簡単で一番効果がある方法になります。リンパっていうのは押し流しちゃいけないんです。足むくむと、ローラーとかでゴリゴリやったりとかする人多いんですよ、はいはい、あれではリンパは流れない。流れないっていうか滞ってしまいます。むしろ良くないぐらい。むしろ良くないっていうのを皆さんと一緒に経験していきたいと思います。足踏みをしていただいてどっちが重いかを確認します。若干こっちの方が重いです。アキレス腱をつまみます。これがむくみです。アキレス腱っていうのは非常に細くないといけないんです。重い方の方がちょっと太いと思います。分かんなかったらどっちでもいいです。どっちか決めてください。めちゃめちゃ優しく撫でる。シャ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 。どれぐらい優しい？もう皮膚が動かない程度。服の上が、服もへこまないように、はい、ここまで服の上からの方がいいです。滑りがいいので、お尻もさささっと撫でる。そして足踏みするともう軽くなっています。これだけで、これだけで中の老廃物が流れたから、そう、リンパ管がちょっと動く、 0.1 ミリ動けば十分です。0.1 ミリですよ。1ミリ動いちゃいけないんですよ。 0.02 ミリ動けばいいんです。本当はリンパ管の蓋を開きたいだけだから、本当のリンパドレナージっていうのは皆さんができないぐらい、リンパケアも本当は皆さんができないぐらい弱い力なんですよ。最初はいいです。最初はとにかく感じていただきたいので、ザザザザって撫でてあげればいいです。そして足踏みをするとめちゃくちゃ軽くこういうふうに上がるようになって、これを認知してから、軽いのを認知して、でもう一回やります。もう一回やることで、一回認知してるからめちゃめちゃ今度は軽くなります。大げさにやってるわけじゃなくて、これぐらい軽くなって、軽くなったのを認知してからアキレス腱触るとめちゃめちゃ細くなってるんですよ。一瞬です。一瞬で足のリンパが流れる。足の神経っていうのは、仙骨神経2番から4番っていうのは快楽の神経なんですね。歩いてて気持ちがいいな、ランニングハイなんかもそうなんですけども、気持ちが良くなるのは副交感神経の迷走神経と、もう一つはこの仙骨神経ですね。仙骨神経の2番から4番っていうのが副交感神経系の快楽なので、柔らかくなって軽くなる。軽いのを感じたら今度は反対側いきます。反対側やっぱむくんでる。もう全然違うんですよ。ここがやった側の足ですね。ここの1センチぐらい、1センチもないですね。こうですね、こんな感じでちょっとこうあのブヨブヨした感じですね。もっとむくんでる人も圧倒的に多いんですけど、僕はちょっとだけむくんでます。さっさと本当に優しく、皮膚がもう本当にできるだけ優しく、できるだけ面積は大きくですね、指を柔らかくしないとできないんですけども、優しくしてさっさっさっさと撫でて足踏みしてあげるともう軽くなってきてます。軽く、実際に軽くなるんで、それアキレス腱も変わる。はい、でもう一回やっていきます。一回認知したらもう一回やっていただく。そうすることによってめちゃくちゃ軽くなりますので、こう軽くなってきます。これで全然違うじゃないですか。全然違うんで、ここのへこみ具合が全然違います。全然違いますね。見た目が違う。こんな一瞬で足の一瞬でむくみが取れます。こういうふうにペコってへこむんで。確かにへこんでますね。筋であることが分かる形になってる、うん、僕ね、昔本当に足がむくみやすくって、押し押すとさ、ベコーンとへこんでたんですよ。跡がついちゃう。跡めちゃくちゃついてて、いつまで経っても戻ってこなかったんですけども、ちょっとむくんでる状態でこれぐらいで、皆さんめちゃくちゃ分厚いんですけども、みんな細くなってきます。足は細くても足首がめちゃめちゃ太い人がいっぱいいるので、本当にちょっとでもいいんです。1回目はちょっとでもいいんですよ。ちょっとでも軽さを感じることができたら、ちょっとでも細くなったような気がすればいいです。気のせいだと思ってもいいんですよ。気のせいっていうのは気持ちとエネルギーっていう意味もあるんで、全部気のせいっていうのは気持ちとエネルギー、それによっても全然変わってきて、で実際に本当に細くなる。今大学でむくみが取れるっていう研究が始まっているので、エビデンスは取れてくるというふうに思ってます。実際にむくみっていうのは測れる。で実際にそういったことも取り組んではいます。皆さんもぜひ体感してください。場合によっては1センチ2センチ変わります、足首の太さがその場で結構変わる。20ちょっとしかないわけですから、1割近く変わるっておかしいじゃないですか、うん、でも結構むくみっていうのはすぐに変わりますので、これを皆さんが認知することができると、どん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 足っていうのがむくみが取れて、そして循環が良くなりますから、筋肉もつきやすくなるし、ししゃものようにキュッと締まった足首
です。ウエストと足首は細ければ細いほどいい。お尻っていうのは結構大きくていい、うん。横に出てるのはあれなんです。お尻はこっちにグッと盛り上がったお尻っていう方がセクシーになります。立ち方も変わってきますので、うん、ぜひ毎日やって、体の軽い、温かい、ポカポカするのを感じてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン。意見とか質問とかありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。